めさせていただきます。まずタイトルについてなんですけど、運用管理方法の違いについてはジェネラルな範囲なので OCI に、まあ、特に限定されない内容が多いかなと思ってます。あとちょっとすみません、サブタイのことをすっかり忘れてたんですが、OCI 導入で運用は、まあ、確かに楽になる要素はあると思うんですけど、楽になるかどうかはちょっとそのプロジェクト次第ですね。なんでちょっとそんな感じで受け取っていただければいいかなと思います。ちょっと帯域削減のためにビデオを消しておきます。はい、ということで、よいしょ、マシンが固まっている。はい、ということで始めさせていただきます。まあ今回のアジェンダはこんな感じで、概要から始まって、まあ予告していたしくじり的なやつをやって、運用監視とキノコ話ですねとか、そんな感じのお話をします。ということで概要です。はい、前回も前々回も大体出したスライドですね。初回、今回の3つ連続でのシリーズっていうのは、まあ移行開発運用みたいな感じで、僕の方ではテーマ付けをしてそれぞれお伝えしているみたいな感じになっていて、まあ最後の運用編みたいなのが今回なってます。で、まあ前々回前回両方とも少しおさらいみたいなスライドを挟んでおきました。まあこれ前回も挟んだスライドなんですけど、まあ初回は、まずまあ、初っ端の部分のところで、インフラストラクチャーズコードっていうのと、イミュータブルインフラストラクチャーっていうのをまあ使っていった方がいいんじゃないですかね、というようなお話ですね。でまああと人的コストの話だったり、まあ移行のお話だったんで、まあミニマムに移行していくと、その分難易度が下がっていって移行しやすくなりますよみたいなお話です。で、まあ、あとこんな話もしましたね。インフラストラクチャーズコード自体はそもそもそんなに新しい概念ではないので、知らないと、まあ、少なくとも現役の、IT の人をしているのであれば、知らないとちょっとまずいかもしれないみたいな、そんな感じなので、なおのこと頑張って覚えてくださいというようなお話でした。で、前回ですね、まあちょっと前々回の続き的な要素で、インフラストラクチャーズコードとイミュータブルインフラストラクチャーという概念を構成の部分にですね、取り込むと、開発自体も高速化しますよという話から、ベンダーロックインのお話させていただきました。で、まあ、そこに乗っかるアプリ開発とかっていうのも当然高速化できますよっていうので、いろいろリリースフローのお話とかもさせていただいて、まあ、最終的には CI/CD テスト駆動開発みたいな、そんな感じのお話をさせていただいたのが前回ですと。で、まあ、今回は、こんな感じで全部高速化してきますよね、とクラウド化するとと。で、それってオンプレとかの速度感、例えばそのリリース計画自体はいいんですけど、実際そのじゃあリリース作業にも一昼夜かかるとか、そういうようなスピード感の考え方では、ちょっと制御不能な速度の高速化がクラウド化によってもたらされると。でも、それ自体はいいことかもしれないんですけど、それを乗り切る運用っていうのをちゃんと考えないと、いろいろ崩壊していっちゃうよね、というようなお話が、今回の題材になっていきます。というので、早速、しくじりのお話ですね。はい。で、まあ、クラウドでおけるしくじりっていうのは、主にクラウド破産みたいな形でウェブ上に転がってます。で、いくつかそのウェブ上に転がってた、しくじり事例みたいなのをピックアップしてご紹介、まずはしていきたいと思います。というので、はい、これこのままブログのタイトル画像をそのまま引っ張ってきただけなんですけど、ベンチャー企業がうっかり重量課金の翻訳サービスでクラウド破産しかかった話みたいなのがまず最初にあります。で、これ、まあ、一応あらすじみたいなのをこんな感じで書いてきますみたいな流れで1、2件ぐらいご紹介しますみたいな流れなんですけど、まずですね、いきなりまあ144万の石油が届いて、あらまあびっくりと。先月は2000円だったのになんでかなっていうふうになって、いろいろとこう調べていったところ、重量課金の翻訳サービス、まあ、今回の場合、Azure さんのサービスを使われていたということだったんですけど、まあ、右下の URL に詳しいところが書いてあります。で、まあ、その、重量課金の翻訳サービスっていうのを使っていたんですが、ちょっとプログラム側の不具合もあって、一度翻訳した文章のうちの一部っていうのがずっとこう、翻訳サービスに送るデータに残り続けていて、雪だるま式にどんどんこう、翻訳依頼をする文章が増えていくと。いうような感じになっていたので、突如、いきなりガンとこう、請求額が上がって、先月2000円だったのが、今月144万みたいな、そんな感じになっちゃいましたという事件です。で、これはまあ、一応不具合は修正して、まあ、マイクロソフトさんに交渉したら請求なしみたいな感じになりましたよというので、まあ、結構、その設定ミスだったり、なんだったりっていうので、急に請求が多くなってしまって、かつ、そこの、
増えた額で特に儲けるような活動ができていない、まあ、そういうのをしていないっていうようなケースの場合は、ベンダーに交渉すると割と許してくれてるケースみたいなのがネット上では散見されています。で、次のケースですね。これ文章のしかない読んじゃうかもしれないですけど、まあ、あらすじスライドの方で解説します。で、今回のクラウド降格請求の実例みたいなので、トップゲートさんのところで紹介されていた事例なんですが、こちらはまあいきなりやっぱり100万金額がボーンとこう届いて、で、不正アクセスとかもなかったのになんでだろうっていうふうに言っていろいろ調べていったらですね、なんとまあ、ごめんなさい、誤字がありましたね。管理者の方が休職されていて、これ求める方じゃなくて休む方ですね。休職されていて、引き継ぎ漏れにより、高額なサービスを不要なままずっと立ち上げっぱなしになっていたというので、いきなりまあ、100万円の請求届いちゃいましたといったような内容です。まあ、これは普通に運用対処みたいな感じでクロスチェックするようにしたりとか、そういうような対処で解決というか対策を行ったようです。まあ、ちょっと最終的に支払ったのかどうかは定かではないんですけど。で、まあ、他にもちょっと過去聞いたことがある、僕が聞いたことある話で、ブログとかちょっと記事が見つからなかったようなノリのものになると、オートスケーリングの設定をミスってインスタンスが、まあ、どんどん増殖しすぎたみたいな。例えば、減らす設定をし忘れたり、あるいはその増やす設定と減らす設定をよくよく見てみたら、減るべきところで減らずにずっと増えるみたいな、そんな感じのルール設定になっていたみたいな感じので、オートスケーリングのインスタンスがどんどん増えていってしまって、それでまあ、インスタンス代が凄まじいことになってしまったっていう例であったり、あとはまあ、これは嬉しい悲鳴であるべきなんですけど、例えばそのワールドビジネスサテライトとか、ヤフーニュースとか、そういうのにサービスが突如取り上げられるみたいな感じので、想定しないアクセス増で、まあ、上のオートスケーリングみたいなのにつながったりはするんですけど、でまあ、それで結局あんまりそこのアクセス増っていうのをマネタイズできなくて、まあ、結果インフラコストがバカ増えになるだけみたいな、そんな感じのアクセス爆増破産ですね。で、まあ、あとは、先ほどのデータ翻訳のに近いような形なんですけど、結構その利用ユーザーが実際に消費しているデータのその送信容量みたいな部分のところでの重量課金をしているサービスって少ないんですね。ただ実際そのサービスを提供している側っていうのは当然そのクラウドベンダー側から転送料課金っていうのを受けるわけです。なのでそこの価格テーブルのこう矛盾みたいな問題が顕在化するような形でのクラウド破産のタイプっていうのがこの一番最後のデータ量が増えていることに気づかず転送料破産っていうやつですね。で、まあ、例えばその今回パッて入れた例は毎日フルバックアップを取っていたみたいな感じのケースですけど、これもユーザーがいきなりこう、ユーザーに許されている上限値までのデータ容量のファイルっていうのをいきなりみんなポコポコ上げ出して、いきなり転送量が増えてしまって、で、まあ、毎日フルバックアップだったんで、急激に、その転送量っていうのが増加していって、まあ、コストがかさんだみたいな、こんな感じのしくじり事例っていうのが世に溢れていますと。で、まあ、このようなしくじり事例に対してが起こらないように、どういうふうな運用監視をすればいいのかなっていうのが今回のメインですね。です。で、まあ、ちょっと本筋に入る前に、まずおさらいをしておきましょうというようなお話で、オンプレ時代の運用監視の振り返りっていうので、1枚スライドを挟んでみました。オンプレ時代、まあ、今までの運用監視っていうのはですね、各その監視対象の何らかのリソース、サーバーだったり、まあ、ディスクだったり、みたいなものが、とにかく落ちないこと、まあ、落ちたら素早く検知することみたいなところに焦点が当たっているんですね。まあ、こうなるのはしょうがなくて、物理的な機材を入れて接続してっていう形で使っていると、リソースってまあクラウドみたいに自由自在には増やせないし、実際にそのアクセス数とかが増えたところで、結局そのアクセス数に応じてリソース量を増やすっていうことができないので、当然その、ハードウェアに対しての負荷っていうので、まあ、耐えきれるのかどうかとか、まあ、サービスがちょっと今ダウンしちゃってるなとか、アクセス数というか、まあ、転送量ですね、を、ちょっと一時的に下げて、処理がスムーズに回るように、一部ちょっと待機を絞ったりみたいな対策をしたりとかっていうのが、オンプレ時代の、まあ、ちょっとウェブに偏った知識になっちゃいますけど、オンプレ時代の運用監視でやられていたことですと。で、あとですね、もう一つお金回りのところで、インフラコストは定額であるっていう前提で皆さん運用されていたので、監視と
コストっていう部分がそこまで強く結びついていなかったのがオンプレ時代の運用監視だったんじゃないかなというふうに個人的に思っています。まあ、なぜなら重量課金されるリソースなんてまずないからですね、データセンター使ってると。で、エラスティックなクラウド時代ではこの考え方が通用しなくて、その結果、先ほどご紹介したようなしくじり事案みたいなものが発生してしまいましたねというようなのが、世によくある話です。で、これのそもそもの根本的な対策ってどういうようななのかなっていうのを考えるとですね、当然その一番最初に紹介した事例の場合は、不具合とかなるべく作らないようにしましょうっていう話で終わっちゃうんで、あれですね、最後にガーッとこう3つぐらい紹介した、戻るか。ここら辺の、オートスケーリングがというよりは、メディアで取り上げられてアクセス爆増とか、ユーザーが使っているデータ量が増えていて、転送量がちょっと想定した以上に増えちゃってっていうような形のクラウド破産っていうのに対しての対応は、そもそも負荷が増えても損しないサービス設計が求められているっていうことなんですね。なんで、実は、クラウド時代の運用監視っていうのは、サービス設計と割と密結合したような形でやられるべきであるっていうお話が、今回伝えたいお話だったりします。ということで、やるべき運用監視の方針っていうのをちょっと文字にするとこんな感じかなというふうに思っています。まずですね、あんまりオンプレ時代だとそこまでされていなかったと思うんですけど、アプリケーション監視ですね。アプリケーションパフォーマンス監視、APM とか呼ばれたりするんですけど、このアプリケーション監視っていうのをクラウドになればなる、クラウド化が進めば進むほど特に注力するべきなんじゃないかなというふうに思っています。なぜなら、そもそも、クラウド上で何らかのものを運用しているということは、アプリケーションでお金取ってるはずですよね。で、そのアプリケーションのリソースの消費傾向などを見て、例えば、お金がかからないように、よりコストパフォーマンスが良くなるように構成変更したりとか、あるいはその AWS とか他のクラウドの場合は、リザーブドインスタンスみたいな形で、利用量自体は同じだけど、安定してこれぐらいの負荷は出てるからっていうので、インスタンスこれぐらいは使うっていうのをフィックスしてあげることによって、価格を抑えたり、あとはちょっと最終的には取りたくない方向のお話ではあるんですけど、ちょっと想定していた価格テーブルでは今回のサービスっていうのを顧客に提供することができなかったっていうふうに見なして、価格改定をするとかっていうようなことっていうのが必要になってくると思います。で、あとは当然、今までやっていたようなリソースの死活監視に代表されるものですね。で、こちらの方も、落ちないことみたいなのに主眼を置くのではなくて、いくらかかっているのかっていうのを、こちら側でもきっちり計算して把握できるようにするっていう目的で、した方が良いというお話です。重量課金される項目、例えばデータ転送量だったり、ディスクの消費量だったり、インスタンスの数だったりっていうような部分は、クラウドの API を使ったり、あるいは外部の監視サーバーとかから監視をすることによって、一応すべて監視は可能なはずなので、なので、そこの部分の監視っていうのをしましょう。で、特にその、クラウド側の異常、クラウド、そのベンダーサイドの不具合ですね、みたいなもので、じゃあ、実際 SLA に保証、SLA 下回って、そこの部分、この部分補填してくださいみたいな感じのリクエストをするっていうのはあるんですけど、SLA っていうのに対しての対応っていうのは、大体どこのセンターもそんな感じです。なんですが、基本的に凄まじく大規模な障害でもなければ、クラウドの利用者が、この時間帯、うちのその監視の記録によれば、SLA を下回ってるから、この分、補填してくれみたいな形で、リクエストをしないと、補填されないんですね。なので、そういう時のためにも、自力で課金されている額っていうのが算出可能な状態っていうのを目指したリソース監視っていうのを行った方がいいです。で、あと、クラウド破産みたいなのを最終的にこう素早くピックアップするために、一番最後の課金アラート機能っていう、課金額、月間、今月の請求額っていうのが、いくらっていう、その設定した敷地を超えてしまいそうですよっていうようなタイプのアラートって、どこのクラウドでも用意されているので、そのアラート機能を使って、もうそれを超えてしまったら、例えば、サービスの利用数制限するとか、帯域絞るとか、そのようなちょっと強硬手段みたいなのを取らざるを得ないのかもしれませんし、あるいは覚悟を決めるみたいなのでいいのかもしれないですけど、要は事前に請求される額っていうのが分かっていれば、請求される前にですね、分かっていれば、対処っていうのはしようがありますよねというので、この課金アラートですね。なんで、
要はその、課金される額と実際にアプリケーションによって生み出される売上っていうお金を軸に対して考えた運用監視の姿勢っていうのがより求められるのがクラウド時代ですというお話です。で、まあちょっとアプリケーション監視という概念もしかしたら新しい概念かもしれないので、まあちょっとそこについても深掘りしていきましょうっていうので、ちょっと似たようなスライドで申し訳ないんですが、もう一個用意しました。で、まあ、アプリケーション監視って何やるのっていうお話ですけど、まあ、課金される項目について監視っていう、まあ、同じことをずっと繰り返してるんですけど、やりたいのは、いくらのインフラコストで、実売上がいくらかっていうのが追跡できる世界観です。なんで、例えば、売上が上がるようなアプリケーションの使われ方をされて、それに比例するようにインフラコストが上がっているっていうのは、ぶっちゃけ問題がないはずなんですよね。ただ、売上が上がるような使われ方をアプリケーションがしてないのに、課金請求額っていうのが上がっているっていうのは、これは異常な状態のはずなんで、なんで、それが異常検知として検知できるようなお金軸の監視ですね。なので、まあ、つまりそれっていうのはひっくり返ると、アプリケーション監視の領域のところにあるパラメーターっていうのを使わないといけない。なぜならアプリケーションがどのように動いてるかっていうのが分からないと、売上の追跡ができないからです。なんで、そのような感じで、課金される項目、ごめんなさい、課金する項目って言った方が良かったかもしれないですけど、これはどちらかというと、アプリケーション提供者側の話です。の話で、それで、売上と、実際にクラウドベンダーから請求される額っていうのを比較して、こう、利益とかですね、が見れるようにする。で、2番目のその間接的な売上監視っていうのも、まあ、これも似たようなことを言ってるんですけど、例えば、まあ、具体例を挙げると、会員数とか、アクセス数とか、あるいはその、オプションでなんかディスク容量を追加とかいうような、まあ、ちょっとどのようなアプリケーションかによって、実際にそのエンドユーザーさんが、じゃあこういうような部分 の、 そのお金を払いますっていうふうな価格テーブルになってるか変わると思うんですけど、なんでそこの会員数とかアクセス数とかなんかの、その、売上を立てるパラメーターですね。たちっていうのをきっちり監視するべきです。なんで、これはまあデータベースの中を除くとか、そういうような要素も当然含まれるお話ですね。です。で、まあ、やらないといけないのは、最終的にインフラコストと、売上で、立てた売上っていうのが同一事件のものとして見れて、で、それをまあ、実際にこう、比較したりとかして、まあ、このインフラコストでこの売上が立っているっていう状態になれることが重要なので、そういう意味での売上監視っていう観点を、まあ、アプリケーション監視プレイヤーでやった方が良いというようなお話です。なので、まあ、最終的に言ってるのは、繰り返してる、二つのっていうのは、その売上と、請求額ですね。の、監視結果を比較するっていうような内容で、まあ、そこの変動の形を見ながら、まあ、サービス自体の金額設定とか、あるいは利用サービスって言ってるのは、そのクラウド側のですね、例えば、なんだろう、ある程度事前にどれぐらいのリソースを使うっていうのが分かっているのであれば、それに適したサービスっていうのに切り替えることによってコストが抑えられたりするんですよ。その、小規模の利用を想定しているサービスを使って、ている状態で大規模の利用をしようとすると、例えばそもそも追いなんだろうこうリソースの拡張が追いつかなかったり割高だったりみたいなのがあったりするんですね。なんで、そういうようなサービスの変更検討みたいなのにつなげるみたいなアクションも、まあ、必要なんじゃないですかねというようなお話です。で、まあ、当然その、ビジネススタイル別でどういうような対応が取れるかっていうのはものによります。なんで、まあ、ちょっと思いついた区分けで固定課金の 2B と重量課金の 2C と 2B と 2C っていう3パターン考えてきてみました。2B 固定課金っていうのは、いわゆる一般的なその、まあ、受託開発とかで社内システムを作るみたいなのもこれに該当すると思うんですけど、言いたいのは、なんだろう、利用量によって変動する要素がなくて、利用量が増えたことによってなんかインフラコストが跳ね上がったの請求が全部SIR さんに来ちゃうっていう形式ですね。のやつです。で、まあ、そもそもその形式の場合は避けるのが無難で、ちょっと招集感とかにもよるのかもしれないですけど、少なくとも、ウェブシステムとかの場合は、インフラ費用は実費払い、顧客持ちっていう状態で契約してしまうのが割と一般的だったりするんですね。なんで、それに見えるのが正直安牌です。まあ、ただ、もしそれができないのであれば、先ほど言ったような監視を利用して、
利用料がなるべく上がらないようにするとか、一定のなん、例えばその収益が取れる限界値の8割ぐらいのラインを超えてしまったときに、性能を絞るとかして、うまくその収益が取れる限界ラインを超えないようにする。みたいな感じの対応も必要かなというふうに思います。なんでちょっと固定になる分、どうしても、ユーザーさんには、苦しい思いをしてもらわざるを得ないかもしれないみたいなのが、この 2B の固定課金パターンですね。なんで、そういうふうになっちゃうから、インフラ費用は顧客持ちで逃げるのが安牌っていうふうに個人的には思ってます。で、まあ、次に、2B の重量課金というやつです。で、これは、利用量に応じた課金を SIer さんがそのエンドユーザーさんに対してできるみたいな、そんな感じのものを考えてます。ので、これっていうのは価格表の組み方っていうのを、気をつける必要があるっていう話ですね。まあ、ただ、基本的にはインフラ費用を顧客持ちで逃げるみたいなお話と、なんだろう、構造的には変わらなくて、基本的にそのクラウドベンダーから重量課金で請求される要素をそのまま価格表に転嫁してしまえばいいみたいな考え方をすれば継続可能なサービス運営ができるというお話です。なのでまあよくあるのはディスク容量をオプションにするとかですね。で結構この形の場合とかで多いのはユーザー数に応じたプランがあってで1ユーザーあたりそのおいくらプラスまあ追加で特にお金がかかりそうなあるいはお金が取れそうな要素を使いたい場合はまあ別途オプション料金でいくらみたいなそんな感じの価格設定というかルール設定かながまあ多いかなというふうに思っているんですが下の方で言ってるその基本料金っていうのはユーザーあたりいくらってやつですね。でまあ本来クラウドベンダー側からはそれを使っているユーザー数で請求は来ないわけですよ。なんで、この1ユーザーあたりがどれぐらいの、ハードウェアに対しての負荷っていうのをかけるのかっていうのを、ちゃんとそのアプリケーション、今回作っているアプリケーションの特性はこうだから、まあ、1ユーザーあたり平均してディスク容量はこれぐらい使うし、まあ、帯域とかデータ転送についてもこれぐらい使うだろうみたいな見積もりをしっかりして、実際にやるみたいな、そんな感じのことが求められます。いうお話です。で、まあ、一番下の、2C は、それこそ、まあ、無料な範囲のアプリケーションとかもあるんですけど、まあ、分かりやすいのは広告とかですね。アクセス数に応じて基本的に負荷は伸びるので、そういう意味で広告を貼っつけてしまって、1アクセスあたりの収益性を上げるっていうのが一番楽です。で、それが取れないのであれば、まあ、2B の重量課金のところにあるような法則を使うっていうのが、まあ、一番楽な方式かなと思います。で特にこの、インフラコストと売上っていうのを比較して食いっぱぐれないようにする資金回しみたいなのはですね、実は皆さんとちょっと遠い位置にあるかもしれないですけど、ソーシャルゲーム業界でゲームを作っている企業とかがわりかしうまいんですよね。ソーシャルゲーム業界って結構租税乱造と言っちゃうとあれなんですけど、鳩の鉄砲数打ち当たるでしたっけ？豆鉄砲かな。はい。まあ、そんな感じで数打ち当たる世界観なので、その中でもなるべくこう、損取らないように、うまいこと生き残ろうみたいな、そんな感じの精神に富んでいる企業が多いので、なんで、アクセス数とサービス設計だったり、その、何らかの、その、インフラコストと売上みたいなのが、結構、直でつながって、いろいろサービス設計を考えるみたいな癖がもうついてるんですね。なのでもしそのクラウドを使って何らかのサービス展開していきたいなと考えておられて、ただまあその自分の企業には残念ながらそういう知識を持っている人がないみたいなお話があるんであれば、そういうちょっとソーシャルゲームとかまあクラウドプレビュー言わせているところでもいいんですけど、そういうところにちょっと力貸してくれやみたいな感じでやるといいかなというふうに思います。ここについては損すると多分クラウドが二度と使えない級のダメージを負ってしまう可能性があるので、慎重に進めた方がいいかなというふうに思います。で、ここまで実際の方法論のお話とかっていうのを出してないんですが、それはですね、ここにデータドックという監視プラットフォームが出しているモダナインフラストラクチャの監視っていう実際の監視についてのちゃんとした e-book があるので、実際どういうような監視をすればいいのかっていうのは、ちょっとこの本を見ていただくのがいいかなというふうに思います。というのも、やっぱりその時代時代によって、特にクラウドって進歩が早い業界なので、必要な正しい監視の仕方っていうのは変わってくるんですね。
なんで、そういうのを、しっかりキャッチアップするっていうようなのが、体制として必要です。なんで、ここで何かを伝えたところで、明日にはそれがすでに陳腐化しているっていうのが起こりうる時代なので、そういう意味ではちゃんと、いろんなところで転がっている、これが監視のベストプラクティスみたいなお話っていうのを、見ていただくのがいいかなと思います。まあ、とはいえ、今回、監視の話をするというふうに、言っていたので、基本的なエッセンスだけ、実際の方法論というよりはですね、というのでお伝えしようと思います。まあ、このモダンなインフラストラクチャの監視っていう e-book にも書いてあるんですけど、クラウド時代の監視のポイントとして押さえておかなければならないのが、この動力的である、弾力的であるっていうのと、動的であるっていうのと、短命であるってことです。これは、監視対象がっていう話ですね。まあ、弾力的っていうのは、エラスティックっていう単語が出している通り、まあ、オートスケーリングなどっていうお話なんですけど、動的っていうのが、これちょっとコンテナとかを使わないとそこまで動的と言い難い、まあ、エラスティックとちょっと似たような概念ですみたいなお話になっちゃうんですけど、実際その、特に Kubernetes とかですね、前回、前々回で少しお話しした、その Kubernetes とかを使っていると、インスタンスの中身に対しても、実は、固定の構成じゃなくなるんですね。このインスタンス、だ実際その管理しているのはインスタンスではなくて、ポッドとかの単位なので、なんでこのインスタンスにはウェブサーバー的な役割とデータベースサーバー的な役割が入っているけど、別のインスタンスはウェブサーバー的な役割がをやっているコンテナが3つありますみたいな、そんな感じの構成になったりするので、なんで、インスタンスという単位で捉えるっていうのがそもそも難しいよっていうのは、この動的っていう話です。で、あと最後の、短命っていうのが、これ非常にポイントで、まあ、オートスケーリングとかを考えると分かりやすいと思うんですけど、負荷の増減に応じて各種のインフラリソースっていうのを作ったり破棄したりっていうのを繰り返していると、一つ一つの要素に着目すると、まあ、一瞬だけ生きて一瞬で死ぬみたいな、そんな感じのインスタンスとかも当然生まれてきますよね。少なくともオンプレミスの場合って全てのハードウェアリソースってもう最初に通電してから壊れるか線引っこ抜くまではずっと生きてる、はるかに長命なので、それに比べると短命っていうのがこのクラウド時代の、リソースの特徴で、それを抑えながら監視をしていかないといけないっていうのがあります。なんで、まあ、それをじゃあどういうふうに対応すればいいのっていう基本的なやり方っていうのを、まあ、ちょっと次2スライドぐらいにわたって説明させていただくんですけど、はい。まずですね、監視対象から自主的に報告もさせるっていうのが半ば必須になってます。なんで、エージェントレスな監視っていうのはクラウドではだいぶ使いづらいです。よくそのオンプレ、まあ IP じゃなくても構わないんですけど、ここで例出すと IP アドレスなんですけど、オンプレの場合っていうのは、この IP のところとか、まあこういう接続をすれば監視対象にたどり着けて、で、接続して、なんか監視対象の情報を引っ張ってきて、まあなんか、あとはなんか監視のコンソールかなんかでその情報が見れますみたいな形にしていたと思うんですが、そういう外から、その狙い撃ちで監視対象を特定するっていうやり方が、中でどういうふうに増えたり減ったりしてるかわからないから難しいんですね。まあ、一応そのクラウド環境の API で今あるインスタンスの一覧を出しなさいとかいうふうなことをすることで、一応対応は可能ではあるんですけど、ただとはいえ、それもタイムラグがあったりとかするので、監視対象からの報告っていう、要はエージェントみたいなのを初期セットアップ時に入れてあげて、で、まあそのインスタンスが立ち上がったら、そのエージェントからデータを送信するようにもするみたいな、そういうような要素っていうのがオンプレよりもクラウドの方がこう求められるっていう要素が強かったりします。なんで、まあ、ただまあ別に監視対象からの報告のみで運用しろというお話ではないので、双方向な形で、やり取りをしていくみたいな、そんな感じの考え方が求められます。で、特にですね、その監視をするっていう状態でも常時接続で監視をしているっていうのは少ないと思うんですよね、そのコンピューター時間的な考え方でいくと。実際その1秒に1回とか1分に1回とか、そういうような形で定期的に情報を収集しますっていうのをして、実際の監視対象の一覧はこうでこういう状態ですみたいな、そんな風な表示を作って、で、まあ
そこでなんかインスタンス数が異常に増えているからこれはアラート出さないとみたいな、そんな感じの処理を監視のツールとかっていうのがすると思うんですけど、自動的に増減する要素っていうのはそもそも数が一定じゃないので、一定じゃないし、いつ増えていつ減るかっていうのがわからないので、その監視の間隔の間に増えて減るとかで、監視の間隔の中ではその1分ごとに、5分ごととかにしておきましょうか、5分ごとに情報を更新しますみたいな監視のツールがあったとして、でそのど真ん中の 2.5 分目ぐらいのところに一瞬生きて一瞬死んだみたいなインスタンスがあったとすると、もう外からの監視だけではその情報って絶対取りこぼしちゃうんですよね。ただ一瞬生きて一瞬死ぬっていうのをやっている以上、そのインスタンスが生きていた時間分の課金っていうのは絶対にされるわけです。でそうするとこれまでのところで伝えてきた売上とインフラコストっていうのが両方とも分かるようにして、そこの比較をしてこう価格テーブルとか決めてた方がいいですよみたいなお話ができなくなってしまうので、なんで、自動的に増減する要素は毎回確認するし、監視対象から自主的に報告もさせるっていうのはそういうようなのの対策のために必要なんです。でまあ数が変動するから毎回確認したって当然足りませんみたいなお話ありますし、運悪くその要は数の確認をしてだあれですね、API を叩いてインスタンスの一覧を取得して、そのインスタンスそれぞれに対して情報取得をしますっていうのをやっている、まあ、人間時間でいうと短い時間の間にそのインスタンス一覧を取得した後でインスタンスが作られたとかいうのも全然あると思うので、なんで監視対象からの報告もさせる、外からも見るで、数の確認っていうのはすごい毎回毎回やるみたいな形で双方向の運用が必要ですというような感じです。で他にですね、死活監視ってよくあるじゃないですか、そのリソースが生きてるか死んでるかの監視ですね、をするときの死の取り扱いっていうのもクラウドというか、まあ、エラスティックという考え方にだいぶ変わります。具体的には、まあ、ちょっとよろしくないかもしれないですけど、オンプレよりは軽視するべきなんですよ。なぜなら、そもそも あれですよ、実際に例えばそのロードバランサー0個になっちゃったとかについては、それは全然オンプレと同じように重要視するべきなんですけど、あると思ってたインスタンスがなかったぐらいは軽視するべきなんです。なぜならオートスケーリング使ってるでしょっていうお話があるからです。なんで、実際にその監視対象が生きてるか死んでるかっていうのを捉えるよりは、何個の監視対象が生きてるんだろうとかっていうのを考えた方がいいっていうお話なんですね。インスタンスに限ると、まあロードバランサーとかもある程度言えると思うんですけど、なんで数が重要なんですと。でまあインスタンスの例を挙げれば、そのA っていうインスタンスが生きてると思ってたんだけど、実は死んでて代わりに C っていうインスタンスがありましたっていう状態であれば何の問題もないじゃないですか。なんですけど、オンプレと同じような監視設定をしている場合、 A っていうインスタンスがないっていう時点でもう監視のアラートがビービーになってしまうみたいな事態になってしまって、それやるともう監視してる身からすると常にアラートが出ちゃってるみたいな状態になっちゃって、気をこうなんだろう、平静に保つとかうまいこと緊張感をコントロールするっていうのが難しくなっちゃうんですね。なんで事態に対してしっかりその重要とかそういうのを判断しないといけないので、死活監視をしているときの、まあ、特にインスタンスとかオートスケーリング自動で増減するようなリソースに対しての死活監視の時の死の方っていうのは軽視するというか、数でトラッキングするっていうのが重要になってきます。で重要なのはリソース、まあ、言葉通りのリソース監視っていうのを伝えたいんですけど、リソース監視の観点で要求された処理の負荷を裁けるリソースなのか、それは金額的に許容できるものかっていうのがやらなければならない監視です。なので今までの監視対象が生きてるか死んでるかとか、落とさないように落ちそうになったら何とかするっていうような考え方ではなくて、もうちょい資本主義的な監視の考え方で、もう要求、そのなんだろう、コストパフォーマンス、本当の意味でもコストパフォーマンスみたいなのを気にした監視っていうのをする必要がありますよ。なんで、そのためにこういろんなメトリックスを組み合わせて、今のこう収益曲線、こんな感じですみたいなグラフを書いてみるっていうのもいいと思いますというようなのが、このクラウド時代の監視に求められる考え方のエッセンス的なところですね。でこういうようなこと、今までの監視とかに比べるとだいぶこうやることが違う上に、クラウド環境上のリソースを監視するって今までの監視 の,
そのオンプレで使っていた監視の仕組みが使えないみたいなことも、まあ、当然考えられるんですね。で、まあ、非常にこう監視とか大変だよなって思っているとですね、こんな感じで、まあ、僕の使ったことのあるツールばっか紹介しちゃいますけど、監視系のサービスを使うと、まあ、ここはもうお金で解決しちゃいましょうみたいな感じで楽になりますよっていうお話です。まあ、マカレルっていうハテナが運営してるやつとか、まあ、ニューリリックとか比較的有名かな。で、あとデータドックっていうのなんですけど、まあ、クラウド環境側で、標準の監視のツールみたいなのも用意していたりはするんですけど、特に結局いくら課金されるかっていう部分のところは見れるんですが、それよりももっとアプリケーション側のユーザー数がいくらなのとか、そういうような話っていうのは当然データベースの中見ないとわからない話なので、そういうところは見れないんですね。まあ、ただ最近はちょっと実装される傾向にあるんですけど、そういうような要素っていうのを見ていかないと、その収益曲線みたいなものを引くことが、リアルタイムで引いていくことが難しいので、なんで、そういう要素、かゆいところに手が届かないときにって書いてますけど、そのアプリケーションパフォーマンスモニタリング的な要素っていうのを見たいときに、ここら辺のサービスを使うか、まあ、新規で実装するかみたいな、そんな感じのことをやっていく必要があります。まあ、ただちょっとこれまでのお話を聞いてもらえれば分かる通り、割と今までとだいぶ違ったことをしないといけないので、学習コストが高いんですね。なんで、それやるよりは、ここら辺のサービスを使った方が多分楽だと思います。というようなお話があります。で、ここまでは、どちらかというと、運用に関してのお話、運用側の監視のお話だったんですけど、運用監視っていうお話すると、まあ、切っても切れないお話になるのが、セキュリティのお話です。で、セキュリティのお話については今回あまり触れるつもりがないんですが、それの理由になるのがこんなサービスです。これは弊社が提供しているオラクルクラウドのクラウドガードっていう機能なんですが、まあ、AWS とかでも極論似たような機能があります。で、この機能はどういうものなのかっていうとですね、OCI お使いいただくと、そこの環境がまあ、そのサービスの環境とかっていうのがオラクルクラウド上に存在する状態になるじゃないですか。で、その環境がセキュリティ的に脆弱な設定になってますよっていうのをバーッとこう教えてくれるっていう、そんな感じの機能です。なので、まあ、極論求められるセキュリティ的な要素っていうのは、オンプレとクラウドで大差ないんですね。だって、ウェブ上のコンポーネントとしては変わらないものなので。なんですが、実際にそのオンプレでこういうふうにやってたやり方が、例えば、クラウドだとわからないとか、見落としがちである、つまり。っていうようなところに関しては、もうこのクラウドガードみたいなツールを使って、あ、これ確かに脆弱だねとか、例えばルートユーザーのパスワードが強度が低いですとか、ポートが全開放になっちゃってますとか、みたいな、そんなようなものについては、ここら辺で全部指摘してもらって、で、それに対応すればいいだけなので、セキュリティっていう部分の敷居はすごい低くなってます。で、まあ、しかも他クラウドだと無料じゃないところもあるんですが、オラクルクラウドの場合は、この機能、無料で使えるので、そういう意味でも最初のとっかかりとして OCI 使っていただけるといいかなというふうに思います。で、まあ、クラウドガード、ちょっと今までの説明だと若干分かりづらいかもしれないので、少しだけスライドを引っ張ってきました。まあ、これ、検知内容、こんな感じで出ますよ。ちょっと画面が小さくて、ちょっとスクリーンショット見づらいんですが、まあ、例えばっていうので、左に文字で書いてあるのが、まあ、データベースのバックアップが自動的に取得されてないとか、データベース、本来インターナルの IP、プライベートの IP でいいはずなんですけど、それがパブリックで全体に公開されてますとか、バージョン古いとか。あるいは、まあ、OCI 全体のお話で、バケットがパブリックに変更されたっていうのは、これはオブジェクトストレージですね。なんで、まあ、実際、このバケットがパブリックに変更されたっていうのは、いい場合もあるんですよ。パブリックにしたい、パブリックで運用したいバケットも存在するので。ただ、それが意図されているものなのかどうかっていうのを拾い上げるためにもアラートはされた方が嬉しいですよねっていうので、こういうような方がされますと。いうような、こんな感じで、実際に問題のある可能性のあるものっていうのを細かく指摘してくれるので、それに対してちょっとこう設定していけば、セキュアな環境っていうのが保てますよっていうのが、まあ、運用。だから、ここの部分は正直、セキュリティ対策の部分は、クラウドを使えば確実に楽になると思います。というお話ですね。で、まあ、クラウドガードを使う場合は、まあ、こんな感じのフローで動いていくので、それ理解しながら使っていただければなというふうに思います。まあ、ものとしては監視対象があって、で、まあ、実際監視対象となるリソースの、その事前定義されたレシピっていうのを設定するんですね。この
ターゲットに関してはこのレシピで監視してくれと。で、それで、まあ、監視というかチェックかな。で、それのチェックの結果っていうのが分かります、みたいな、そんな感じのになってます。で、まあ、違反したときに自動的に、対応するっていうのも設定できるのが、右のレスポンダーズっていうやつで、例えば、その、環境的にパブリックな IP を直接付与しない、インスタンスには直接パブリック IP を付与しないっていう運用をしているのであれば、パブリックな IP が付与されたインスタンスが立ち上がった瞬間に、そのインスタンスも落としちゃうとか。そういうようなルールっていうのをクラウドガードにつけておけば、それ自動でやってくれますし、あるいはアラートするだけみたいな感じで、実際に判断するのは人ですみたいな、そんな感じの対応もできたりとかするので、まあ、セキュリティみたいな部分のところについては、クラウドガードを使うと、オンプレよりは楽になりますよっていうお話ですと。なんでこれで、一応実運用みたいな部分、セキュリティというところについては触れてきましたと。で、まあ、ここら辺のお話を使ってですね、クラウド時代をこの先生き残るにはみたいな感じのお話もちょっとおまけでさせていただこうと思いますと。で、まあ、そう、運用のところ、特に今回、結構金金言う回になっちゃったんですけど、それって、詰まるところ、クラウド時代って、技術力でコストメリットを出せる余地が大きくなってる時代だと思うんですね。だからこそ昔よりもさらに技術力が重要になります。で、過去2回と今回のお話を通して、スピードがもうどんどん速くなっていますよっていうお話をお伝えさせていただきました。で、結構そのオンプレの時代とかって、新卒の人とかに関しては結構集合研修とかがっちり時間を使って教育をしていたと思うんですけど、そのトップエンジニアの方とかですね。で、その人に対しての教育でぶっちゃけた話してないところが結構多いんじゃないかなって思うんですよ。何らかの資格を取るためにその資格のなんか講習かなんか受けてる時間は業務時間にしますよみたいなのはあったりすると思うんですけど、正直その新規の技術これがいいあれがいいみたいな情報を吸い上げるのってほとんどの場合片手間って言えてしまうような形だと思うんですよ。ただそれはまあ昔の時代は良かったかもしれないんですけど、今の時代だと速度についていけないんですね、片手間だと。なんで、ここについての対策っていうのを取る必要があります。で、まあ、特にその、昔のように先輩社員が技術を教えるみたいな感じの社内教育っていうのも、それはそれでまあ、重要かもしれないんですけど、それで教えている技術っていうのが、昔の技術である場合、それをもしかしたら陳腐化してしまうかもしれないので、結構その昔の技術なのかどうかっていうのを考えながら、社内教育っていうのをした方がいいです。で、その監視とかの、そのクラウドガードとかにもちょこっと自動化できる要素のところあったと思うんですけど、そのオートスケーリングとかもそうですよね。運用部分に限らず、自動化っていうものを使えば、束縛時短自体は開けることができるんですよ。減らすことができるんですよ。なんで、運用とかいろいろとそううまく回るような仕組みさえ作ってしまえば、時間は開けられる。で、その空いた時間を使って、技術革新のスピードっていうのに追いついていきましょうっていうのに何をしないといけないのかっていうと勉強しましょうっていうお話ですね。わざわざ言うなよって話だとは思うんですけど。で、まあ、ここで言ってる勉強っていうのは能力開発に投資をするっていうお話です。業務時間を使って強制的に技術習得っていうのはまあ今までやってたことなんですけど、それってつまり何なのかっていうと、講習を受けるための時間を用意するではなくて、勉強しなさいっていうフリーの時間を与えるっていうことをここでは言ってます。なぜなら、新規の技術っていうのを掘り下げるためには、それは R&D に近いものになるので、ある程度自由な時間っていうのを、その代わり勉強してねっていう時間を社員に与える必要がおそらくあるんじゃないかなというふうに思います。で、まあ、それだけだとやりづらいんで、ちょっと効率的にその時間を使いましょうって考えたときに、技術系のイベントに参加するっていうのは非常に良かったりします。最新の話題っていうのがその技術系のイベントでされるので、それを拾いに行くだけで少し遅いかもしれないけど、まだまだその現在の時間軸で有効な技術っていうのに触れることができます。で、かつ、まあ、その技術系のイベント、ちょっと最近だと難しいかもしれないんですけど、昔オフラインで開催された頃なんかは、この技術だったらこの人に聞けばいいみたいな、そんな感じで名刺交換とかしたり、なんかじゃあちょっとこの後飲みに行きましょうかみたいな感じのことをして、聞ける人とのコネクションっていうのも作ることができます。で、これがまあ特に、オフラインだった時はいろいろやられていたことです。で、今ちょっとコロナでそのオフラインでのやり取りっていうのは非常に難しくなっていて、なおかつ今日、難しくなってきたので、重要視されるかなっていうのが最後のところで SNS の拡張です。
で、例えば特にその、なんだろう、オープンソースのフレームワークを使っている人たち、ウェブ系の人に多かったりするんですけど、まあもちろんですね、機密情報とかはしっかり出さないようにした上で、このフレームワークでこういうことをしようとしたらこれができなくて困ってるみたいな話をツイッターで叫んだら誰かが、あ、それこれできる、こういうふうにやればできるよみたいな。そういうふうに助けてくれるようなタイムライン構築をするみたいな話だったり、あるいはまあそういうような積極的な情報発信をするんじゃなくても、結構その積極的な情報発信をしている人ってツイッター上とか、まあ SNS 上にいるわけですね。なんで、そういう人たちっていうのをフォローしておくことで、最新の技術情報、技術ニュースみたいな形で使えるみたいな、そんな感じでもあります。なので、SNS の活用っていうのは結構そのクラウド時代、クラウド化みたいなのが進むことで、大変こう増えてきた要素で、実際にその結構クラウドネイティブな人たちっていうのは、ぶっちゃけた話、業務でツイッターします。普通にプライベートなツイッターを業務時間中にします。なぜならそれは、ツイッターは仕事だからですってお話です。先ほどちょっと戻りますけど、最後の、ツイッターで叫んだら誰かが助けてくれるようにするみたいなコレクション作りであったり、最新情報を拾うっていう、その能力開発に投資されている時間であったりっていうのを使っているから、ツイッターは仕事なんですぐらいに、今と昔のエンジニアは、のデファクトスタンダードは異なるんですよ。クラウド時代ってそれぐらいもう昔の時代違うものなんですね。なんで、今までその勉強会とかに参加するとか、特に技術的なものとかって結構その下っ端の人が行くみたいなのが多かったりしたと思うんですけど、部下を持ったりする偉い人ほど、エンジニアの今っていうのを知るために勉強会とかに出入りしたり、新しい技術っていうのがこういうもんだ、ああいうもんだっていうアンテナを立てるっていうのをした方がいいと思います。別に最終的に自分で動かなければならないかどうかってちょっと違うと思うので、自分でその、この勉強会の内容を知りたいから部下を行かせて、それのレポートを書かせるみたいな形でも構わないんですけど、その上司になる人ほど、今現在の技術みたいなのについてのアンテナは、ピーンと立てておく必要があったりします。で、まあ、そのためにっていうので、ちょっとおすすめサイトをご紹介しておきます。ちょっと時間も短くなってきたんですけど、個人的におすすめなのは、ちょっと英語なんですけど、テクノロジーレーダーっていうサイトで、ここは指揮法みたいな形で、技術の、こう、なんだろう、流行り廃りみたいなのを教えてくれます。読み方少しだけ解説すると、一番左を見てほしいんですが、プラットフォームに限る話だけがこのサイトで公開されてるわけじゃないですけど、はつけてるのはプラットフォームの話です。で、一番上のアドプトっていうのが、出てきたばかりでまだ早いよっていう話。で、トライアルっていうのが、まあ、ちょっと使用する分にはいいかなみたいな、そんな感じのやつです。で、アセスっていうのが、もう十分だからもう使っちまえっていうところのやつで、一番下のホールドっていうのは逆に陳腐化してきたとか、サポートがなんか最近されてないとかいうので、使うのやめといた方がいいよみたいな、そんな感じの話です。なんで、例えば、そうですね、Azure DevOps みたいなのはトライアルに位置しているので、なんだろう、ちょっとチャレンジングに使いたいみたいな、そんな感じのところだったら使った方がいいし、慎重に行きたいみたいな企業であれば、まだちょっとアセスに来るまで待った方がいいみたいな、そんな感じの使い方をこれですみたいな。そんな感じです。で、まあ、このサイトは英語なので、ちょっとまあ日本語の方がいいなっていうお話があるのであれば、ちょっとふわっとした感じになっちゃうんですけど、右下の方、コードジンさんがやっている注目のハテナブックマークっていう、まあ、元はハテナブックマークなんですけど、のサイトがあります。で、この注目のハテナブックマークっていうのを見ておくと、ごめんなさい、技術者注目のブックマークですね。はい、で、この注目のブックマークっていうのを見ておくと、ハテナブックマークでブックマークされている記事とかって結構いっぱい量があるんですけど、その全部をこう舐めてみなくても、これがすごい話題になってますみたいな、技術的に抑えておくべき記事、まあ、そうじゃない記事なんかも時折上がっちゃったりするんですけど、っていうのがここで見れたりするので、効率よくハテナブックマーク見ることができるので、ここら辺のサイトを使って技術情報にアンテナを立てるっていうのをやるのがいいかなと思います。最後、まとめとおまけですね。はい。ということで、まとめです。クラウド破産しないために監視をしっかりとしましょうというお話ですね。売上とコストの比率ちゃんと見て、性能を絞ったり価格を変えたりっていうことをしていく必要がありますよと。で、監視っていうのに対して、今までとは異なる考え方が求められるっていうお話もさせていただきました。弾力的、動的、短命っていう、そこら辺ので、もうリソースの性格自体が違いますよと。で、まあ、自分でやりきる自信がなければ、監視サービスを使ったって全然いいんですよと。で、まあ、最後、一番重要だと思うんですけど、時間を空けて勉強会に行きましょうと
というのが、今回のお話でした。で、以降おまけになりますが、前回のアンケートの質問でちょっと今回答えられるのがあったんで答えようと思いますが、時間がないんで駆け足です。はい、データモデルに回収が入る場合のリリースのベストプラクティスが知りたいですというようなご質問いただきました。で、これちょっと、まあ、スライドで配布はされると思うので読んでいただければと思うんですが、GitHub で確かこういう形でやってたはずっていうので、データモデルの変更っていうのなんですけど、データベースで考えるとオルターテーブルですよね。で、まあ、変更追加削除っていう3パターンがあると思うんですけど、基本的には変更追加は裏で先にデータベースに対してやってしまって、削除は後でやるっていう考え方で、データベースのマイグレーションをまず先にしてしまって、アプリケーションは後でやるっていうような、そういうようなやり方っていうのが意外とクールだねみたいな、そんな感じのお話が言われていました。で、なんでそういうふうな話になるかというと、アプリケーションとデータってロールバックの難易度に違いがありますよね。で、アプリケーションはそれこそ昔のアプリケーションにグッと切り替えればいいだけなんですけど、データはデータの変更とかっていうのがあるので無理な時もあるんですよ。なんで、その実データの扱いを慎重にするために、先にまずデータの形だけちょこっと変えてみて、昔の運用もできるままでやるみたいな、そんな感じのことをやるといいと思います。でも、あとテストとかで影響範囲がすべて洗い出せているとは限らなくて、アプリケーションの不具合は修正すればいいですけど、データの不具合って消えちゃってもう修復無理みたいなこともあるので、なんでそこでやっぱり実データの扱い慎重にっていうお話です。で、まあ、ただ逆に、絡むの追加に当たるような形のデータの変、データモデルの変更っていうのは気軽にやっちゃってもいいっていう話もあるんですよ。処理コストと制約系以外で、追加的な、アプローチっていうのが問題になることはまずないと個人的には思ってます。新旧どちらのアプリも動作するようにして、それで、両方のその絡むに書き込みするとか、みたいな感じのことをして、ロールバックの難易度を低下させるっていうのをやることで、データモデルの変更っていうのをリリースするベストプラクティスに近いようなものになるんじゃないかなというふうに思います。で、あと宣伝です。OCIJP、まあよろしくお願いしますというお話なんですが、直近回は90名ぐらい参加されて非常に伸びているところです。で、前回、シャチホコ10回目のアンケートによるとですね、OCIJP にも参加してみたいというご回答いただいた方がありがたいことに 63% いらっしゃるんで、参加者比率みたいなので46人ぐらい増えるはずっていうふうに思っていたんですが、OCIJP 側で調査したところ、 6.7% しか増えていないという、ちょっとがっかりっていう結果だったので、まとめ再掲にしますけど、一番下の時間を空けて勉強会に行きましょうっていうところで、ぜひOCIJP に来ていただければいいなと思います。特に、直近、来月4月回ですねは OCI 入学式っていう敷居が結構低いものになってます。で、結構オラクルデータベース使われている方だと、NRI の大塚慎一郎さんとかご存知だと思うんですが、その大塚慎一郎さんがこの OCI 初心者必見、ここがポイントっていうところを登壇される予定になっていますので、ぜひご参加いただければいいなと思います。で、まあ、学習っていうのだとウェビナーもありますのでご活用ください。で、次回ちょっと短い予告になっちゃうんですが、その大塚慎一郎さんが OCI はパラダイスですっていうふうに OCIJP の上のスラックで言ってるんですね。なんで、この OCI なんでパラダイスなのかっていうのを次回は知ってもらって、まあ、ぜひクラウドを使うっていうところに勇気を持っていただけたらなっていうふうな回を次回やる予定でいます。お楽しみくださいというので以上です。はい、なんか質問とかございますか。ちょっと Q&A は来てないですね。来てないですよね。あ、回答済みのがあるのか。あ、はい。まあでも大丈夫ですね。はい。時間ギリギリまで使っちゃいましたが、どうしましょう。とりあえず共有停止すればいいですかね。はい、ありがとうございました。はい。